岩渕智君。先ほどに続いて、放射能汚染水をめぐる問題についてお聞きをしていきます。えー、と経済産業省が設置をしている、多角種除去設備と処理水の取扱いに関する小委員会ありますけれども、この小委員会が設置をされた目的について、えー、とまずは確認をします経済産業省大臣官房、須藤福島復興推進グループ長。 お答え申し上げます多角種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会は多角種除去設備等で浄化処理された水いわゆるアルプス処理水でございますけれどもその取り扱いについて風評に大きな影響を与えることから 技術的な観点に加え風評被害など社会的な観点も含めた総合的な検討を行うことを目的として設置されたものでございますなお検討にあたってはアルプス処理水について技術的な検討を行ったトリチウム水タスクフォースで取りまとめられた知見を踏まえることとされております以上でございます岩内君 今あの答弁があったように、まあ、技術的な観点だけではないと、まあ、科学的なということもあると思うんですけど、まあ、社会的な観点が重要だということです。まあ、だからこそ、省委員会の中で議論がこの間、ずっと重ねられてきているということだと思います。で9月8日にです、ね、行われた第13回のこの省委員会で,です、ね、東京電力から貯蔵の継続についての報告がありました。 でこれはですね、昨年の8月30日とあの31日に、まあ、全国3カ所で行われたあの小委員会の説明公聴会、ありましたけれども、この説明公聴会の中で、まあ、海外放出に海洋放出に反対をする意見であるとか、まあ、タンク保管の継続を求める意見が、まあ、相次いだからだということで、よろしいですね、確認をします。須藤グループ長 今先生からご指摘ございましたように、昨年8月に説明公聴会を行っております。えー、この中で、えー、大型タンク等による長期保管を検討すべきであるといったあ処理水の長期保管や、えー、保管方法についてのご意見もいただいております。えー、こうしたご意見も踏まえまして、第13回の小委員会においては、えー、今後の貯蔵の見通しやタンクの増設余地も含めて、貯蔵継続のメリットやデメリットをご議論いただきました。 えー、その中で、えー、ご議論いただいたものでございます、以上でございます岩渕君。はい、あの今、答弁いただいたように、公聴会の中で、まあ、そういった意見が出てきたということがあの発端になっています。公聴会の中ではです、ねあの、長期保管を行えば、まあ、放射線量が減衰をして、そのことによって、まあ、処分量を減らすことができるんじゃないかと、こういった意見であるとか、あのタンクの建設は本当に限界なのかと。 で長期保管を検討するべきだと、こうした意見が相次いで出されました、でさらにですね、まあ、試験操業という形で、まあ、地道に積み上げてきた福島県水産物の安心感をないがしろにして、まあ、漁価の暴落、漁業操業意欲の喪失を招くで、福島県漁業に致命的な打撃を与えるといった、 ま、漁業者をはじめとしてまあ、多くの方が海洋放出など、まあその環境への放出についてまあ、反対の意見を示しています。で、こ,この公聴会でのまあ、意見を受けてですね。第13回のこの小委員会、同じ小委員会の中で、東京電力はまあ、その他の保管方式の検討ということでですね。浄化処理、汚染水を。 貯蔵するタンクの形式の変更について、まあ、具体的に言いますと、大容量タンク、そして地中タンク、洋上タンクについて、まあ、検証した結果を、この省委員会の中で報告をしていますで。これらの方法について、国は技術的な検討は行ったのでしょうか。須藤グループ長 今ご指摘ございました、第13回のアルプス小委員会における東京電力の報告でございますけれども、東京電力においてタンクメーカーへのヒアリング、あるいは現地調査などを行っておりまして、広く工学的な知見に基づいて検討した結果を報告したものと承知してございます。小委員会におきましては、大型タンクによる貯蔵と、えーえー、報告したものと承知をしております。岩渕君。 えと今の答弁のように、東京電力があくまでも検討したものを報告してるんだということです、これ、つまりは、まあ、東京電力からの報告を鵜呑みにしてるということなんですよね。でこの,あの報告、東京電力の報告を受けて、原子力市民委員会というところがですね、見解を示しております。例えば、東京電力は大容量のタンクにするという案の、まあ、設置工事期間についてですね、 1基あたりの設置に3年、設置後の漏洩検査等に1年を要するんだと、こういうふうに説明をしているんですけれども、これに対して、間延びしたスケジュールだと、製油所などの通常プラント建設における大規模貯蔵タンクの標準工程は、組み立てと検査に約1年、設計や調達、許認可と同時進行が可能な地盤改良や基礎工事を含めても、 1>, 1年半から2年あれば、数基建設する期間として十分なんだと、こういう指摘を行っています、また、その東京電力がですね、タンクが破損をした場合、まあ、1基当たりの漏洩量が膨大になると、こういうふうに述べているんですけれども、これに対しては、原油備蓄等で培われてきた大型タンク技術は、その堅牢性においても、十分な信頼を置けるだろうと、こういう見解も示しているんですよね。 でこうしたまあ、いわゆる専門家の意見を踏まえた検討に東京電力のその報告になっているんでしょうか須藤グループ長先ほどお答えを申し上げました通りあの様々なヒアリングあるいは現地調査を行ったものでございますで、省委員会におきましては、えー、今あの、えー、タンクについてのご指摘ございましたけれども、えー、大型タンク こうタンクの容量を増やすということかと思いますけれども、大型タンクによる貯蔵と現行のタンクによる貯蔵では、体面積あたりの貯蔵量が変わらないといった、こういったような技術的なことも、小委員会でご議論をいただいております。はいあそうです、ねはいで こういった技術的なことも含めて、ですね小委員会で議論をいただきながら、えー、丁寧に検討を進めていくという状況でございます岩渕君あの。今の答弁聞いても、はいまあ、結局はあの鵜呑みにしてるということなんですよね、それで、あの多角種除去設備に関わって、まあ、法律に基づく報告義務があるトラブル、この件数が、えー、何件になっているか、答えてください。 原子力規制庁長官官房、山形緊急事態対策官。お答えいたします。お尋ねのアルプスの事故、トラブルについてでございますけれども、2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故以降、原子炉等規制法に基づ,く基づき報告されたものはございません。<laughs> また、原子力災害特別措置法に基づく東京電力の応急措置に関する 報告総件数ですがあアルプスに関する報告も含め2019年11月末時点で、えー、2万500件程度ございます、えー、この中からあ2019年のアルプスに関する応急措置の報告はまあ、漏洩など、えー、これはあの続報などがございますので延べ件数でございますが延べ26件でございます あの原子力規制委員会当該報告の内容について、えー、確認するとともに、必要に応じて現場確認を実施するなどの対応を行ってございます岩渕君。はい、今あの、答弁いただいたとおり、これだけのトラブルが起きてるっていうことなんですよね、でしかもです、ね、この公聴会が行われた直前に、東京電力は、汚染水を浄化した後の水に、トリチウム以外の放射性物質も残留しているんだということを明らかにしました。 けれども、公聴会の資料では、基準を超えていない2014年4月20日から28日のデータが使われていたということがあって、これだったら公聴会の前提、崩れてるじゃないかと、改めて検討をやり直すべきだ、こういう意見まで出たんですよね。 でその後、まあ、最大約2万倍に当たる放射性物質が検出をされて、まあ、浄化されたはずの汚染水約89万トンのうち、8割超に当たる約75万トンが基準を上回っていたということもあの分かりました。11月14日にもです、ね、東京電力は、第一原発の地下水バイパスで組み上げた水に含まれるトリチウム濃度の公表データについて、 2018年の12月13日から2019年11月8日までに公表した資料のうち19日分、計92箇所に誤りがあったと、こういう発表もしてるんですね。で担当者が資料作成時に過去のデータをコピーする範囲などを誤ったのが原因で、まあ、別の社員による確認も不十分だった、これが原因だと言うんですけど、まあ、こういうトラブルもですね次々起きてるわけなんですよ。でこれ、えー、検討ですね 東京電力に任せにするんじゃなくて、国が責任を持って、この検討を行う必要があるんじゃないでしょうか、大臣にお聞きします梶山経済産業大臣あの。いろいろな資料については提出をいただいております、その上で、小、えー、委員会で、えー、議論をしております、ここには専門家もおります、そして一般の方もおいでになる、一般の方もおいでになるということは、風評に対する被害の、 重大さということも含めて、議論をしていくということで、そういう形でやっているところであります。ですから、この省委員会でしっかりとした議論をした上で、結論を出していくということになると思います岩渕君。はい、あの確かにあの、いろんな立場の方が参加をされていて、議論をしていると、だけど公聴会の中で、やっぱりそのタンク保管継続してほしいと、海洋放出はあの心配だと、こういう声が上がって、それであの議論するということになったわけですよね。 でそれが東京電力がこれだけトラブルを起こしていて、その報告のみにしてね、あの東京電力の報告聞いてると、もうまるでタンクダメだという理由を探してるようなね、そういう報告なわけですよ。これ国がやっぱりしっかりあの検討を行うべきだということを強く求めたいと思います。で浄化処理汚染水を海に流さないために、まああらゆる方法を検討するとともに、まあ、国会も含めてですね、国民的な議論を行うということを。 改めめめてて求めたたいいいいと思まますす次にに原発ををぐる問題についてお聞きをいたします11月27日、原子力規制委員会は、東北電力・女川原発2号機について、再稼働に必要な新規制基準への適合を認める審査書案を了承しました。これに対して宮城県内では、防潮堤を超える津波が来れば、再び想定外でしたとなるのか。 絶対に安全とは言えず不安は消えないなど、まあ、不安と怒りの声が上がっていますで小永原発は東日本大震災で被災をした原発ですで地盤が1メートル沈下をして2号機の原子炉建屋では1130箇所でひび割れが見つかりました13メートルの津波による浸水被害もありましたで外部電源5系統のうち 4系統が遮断をされるなど、まあ、重大事故と紙一重というね、深刻な事態になりました。で宮城県の女川原子力発電所2号機の安全性に関する検討会でも、再稼働に耐えられるかどうかが繰り返し議論になってきました。女川原発は、大鹿半島のほぼ真ん中にあって、まあ、地震や津波で道路が使えなくなれば、陸の孤島になってしまいます。 鹿半島の東の端にある、えー、石巻市のり磯地区は、女川原発から東に約2キロ、事故が起きれば原発に向かって避難をすることになって、その上、約90世帯が暮らす中で、集落に通じる道は1本しかないっていうんですよねで、こんなことでどうやって避難をするのかと、避難できないんじゃないでしょうか、大臣。梶山大臣ままずあの原子力発電所の再稼働について申し上げますと 安全性につきましては、事故の教訓を踏まえて設立された原子力規制委員会が、新規制基準に適合すると認められたものについては、その判断を尊重してまいりますえ。地元の理解を得ていくことについては、事業者が自らしっかりと地域に向き合い、信頼を積み重ねていくことが最も重要であります。 事業者が真摯に努力を続け、地域との信頼関係を築いていくべきであります。政府もエネルギー政策における原子力の意義を含め、丁寧な説明を尽くしていく、その中で、避難計画につきましても、関係自治体と連携をしながら、政府を挙げて策定を支援し、具体化、充実化に取り組んでいくという方針でございます。岩渕君 とてもまあ非難が現実的とは、ね、あの思えるような状況にいないと思うんですね。で、今年の2月に、女、ま、川、あ、原発再稼働の是非を問う住民投票条例制定を求めて、県民投票を実現する会が県に提出した署名は、まあ、11万1743人分に上ったわけですよね。で、これ、宮城県内だけじゃなくて、福島県内でも、東北で再稼働を進めるなんて認めるなんてありえないと、臨県であっても、被災者はとてもじゃないけど、納得できないよと。 こういう怒りと不安の声が上がっていますこれ当然のことだと思うんですね、えー、大臣に聞くんですけれども尾長原発の再稼働はやめさせるべきではないでしょうか梶山大臣時間ですのでお答え完結に<の>先ほども申しましたように政府の方針に揺るぎはありませんただ避難計画はですね、実効性があるものをしっかり作っていくということであります昼夜の違い天候の違い そさまざまな条件が異なるという、変わるわけですから、そういったものに対応できるような避難計画を作っていく、そしてご理解をいただいていくということであります渕君、はい、原発ゼロ、地域主体の再生可能エネルギーへの転換を求めて質問を終わります以上です。 night